元自衛官という肩書きを持つ肉体派俳優だった今井正幸さん。しかし2015年5月に大腸がんのため亡くなりました。今回はそんな今井正幸さんと親友と言われている中居正広さんとの関係、死因となった大腸がんと言われる前に誤診があった真相について見ていきたいと思います。今井さん、中居さんは1996年に放送された人気ドラマ味一問目での共演が出会いで、そこからお二人の関係が続いていきます。中居さんと今井正幸さんは親友だったそうで、そんなお二人の親友エピソードを見ていきたいと思います。まず一つ目は、中居正広さんと今井正幸さんの出会いとなった味一問目です。ドラマでは二人の喧嘩シーンが演技に見えないほど仲が悪かったそうです。あまりの仲の悪さで、中居正広さんはプロデューサーに、もう今井さんを登場させないでほしいと直訴したほどだったそうです。しかしそんなある日、中居さんは今井さんに、今井さんってアイドル嫌いですよねと聞くと、今井さんは、そういうわけではないけれど役者としての覚悟がないやつが嫌いなんだと答えました。すると中居さんは、自分は将来的には MC としてやっていきたいと思っている、そのために今はドラマや歌、バラエティなどいろいろなことに挑戦しているんですと返しました。この言葉を受け、今井さんは、適当にやっていたわけじゃなく、ちゃんとゴールを見据えてやっていたんだなと感心したとのことです。そしてこの会話以降、ドラマランクアップまで毎日飲みに行く仲になったのだそうで、ドラマの撮影が終わった後も無二の親友として交友は続いたそうです。2つ目は、今井さんの遺言がです。今井さんが亡くなったその日の朝、マネージャーさんから中居さんに連絡があったそうです。それは、検査しろっていうのが今井さんから中居さんへの遺言ですと。その遺言を受けて、中居正広さんはすぐに検査に行かれたそうです。するとこの時の検査で、中居さんは喉に良性の腫瘍が見つかり、除去手術を受けています。中居さんは、そうかと思いながら、それで検査行ったのさ、一応検査して、で見つかって、でもね、遺言の前にも俺は検査行ってたのよ、パパのこともあるし、今井さんの遺言もあるしと明かしていました。今井さんは生前長らく健康診断を受けていなかったそうで、自身が体調を崩したことで親友である中居さんにも注意喚起をしていたそうです。3つ目は、親友は中居しかいない遺言に続き、今井さんのマネージャーは中居さんに、今井はいつも芸能人の友達は中居さんしかいないと言っていましたと伝えました。これを受けて中居さんはラジオで、今井さん亡くなったでしょ、今井正幸さん、いや早いでしょ、早いっていうのかな、本人が全く納得してないんじゃないかな、本当に参っちゃうよねとコメントを残していました。そんな今井正幸さんは2015年5月28日に大腸がんのため亡くなっています。大腸がん判明時にはすでにステージ4の末期がんで、手の施しようがなかったといいます。しかしこの裏には誤診が関係しているようです。なのです、今井正幸さんはこれまで大きな病気を患ったことがないほど健康だったそうですが、最初の異変が現れたのは2014年8、9月頃でした。発覚の経緯を今井さんご本人が2014年12月のブログで綴っています。そこには、ここ2ヶ月くらい前から体調が芳しくなく、都内の総合病院に行っていたのですが、その時は腸の軽い風邪だと言われ、それでも調子が悪かったので、その後も3回ほど行きました。しかし3回とも腸の風邪ですと軽くあしらわれ、どうしても痛みに納得できない自分は、ちょうど大阪でドラマのロケがあったため、西宮の知り合いの方に病院を紹介してもらい、 CT スキャンを取っていただきました。するとやはり腸に異常が見られ、その時はもう手術ができないほど悪化していて、実は余命が3日くらいという話だったそうです。自分はショックというより他人のことのように感じました。結局腸の専門の病院が横浜にあり、そこを紹介され、1か8かで緊急手術することになりました。結果は週刊誌にも書かれている通り、今こうしてブログを更新できるくらい元気になりましたと綴ってありました。最初はいわゆる誤診だったようで、さらに都内の総合病院ということですので衝撃が走りました。当然
この病院については当時ネット上などで批判も上がったようです。また2014年12月の段階では余命3日宣告という衝撃はありましたが、あまり詳しい病状や病名について伏せられています。しかし2015年4月に今井さんのライフワークでもあった舞台 The WINDS of God を降板する際にその病名等を明かしました。今井正幸さんの最後は別人のように激痩せて思想が出ていたと話題になりました。姉の陽子さんは人工透析専門の看護師で、合併症に苦しむ重篤患者を日々目の当たりにしているそうですが、そんな姉が2014年11月7日兵庫県の宝塚駅で弟から電話があり、大腸がんのステージ4だってと告げられました。その瞬間は驚きましたが、今は医療も進歩しているので助かるケースもあると思っていたんです。電話を受け、宝塚駅から弟のいる西宮の病院へ行くと、私だけがこっそり呼ばれてエコー画像を見せてもらいました。そこに映された肺には星空のような無数の点が広がり、大腸にはたくさん石ころのような影があり、看護師の私でも見たことのない画像でした。最初の検査の時から生きていることが不思議なくらいの状態だったんですと明かしていました。今井さん本人の口からも、術後は果物しか食べられなかった、体重が20キロ痩せたね、今まで作った筋肉が全部持っていかれたねと苦笑いしつつも、お医者さんは不思議、奇跡だと言っていた。自分でも生きているのが不思議と自身の回復力に驚いていました。医者は今井さんに、5月の舞台は大丈夫ですって言っていたそうですが、家族にはあと数日、もってもクリスマスって言っていたほどでした。自身の体調については、外出時は車椅子必須、休みは30分ごとに必要、薬の副作用で嘔吐を繰り返す、3分と立ってられないと話していました。あまりの体の辛さに舞台降板を決断した今井正幸さんは、その時の心境を語っていました。今の声が精一杯、僕のプライドで公演ではマイクなしでやってきたが、今は無理、ドクターストッププラス自分の判断で降ろさせてくれと言った。本当にすいません、病には勝てなかった、役者が舞台を降りるのは辛い、生きるのが辛いし悔しいと涙を見せました。今井さんは抗がん剤治療が2クール目に入ったと報告し、治療の辛さについては、これは本人にしかわからないけど、船酔いしているところに40度以上のインフルエンザにかかっている感じと説明しました。さらに、もう生きているだけならきついモルヒネをどんどん打って殺してくれって安楽死って言うんですか、その方が楽ですから、こんな夜中に痛みと戦うのは、飯が食えないのはそれくらい辛いですと闘病生活の辛さを明かしていました。そして今井さんの姉の陽子さんは、彼の最後の数日間の様子について、亡くなる前日は私がついていてずっと手を握っていました、少しでも話すと正幸が不安がるからです、痛みと不安との中でお願いだ助けてくれと繰り返す辛そうな正幸を見て、先生もういいよ、こんなに苦しんでいる弟を見ているのは辛いですと私は言いました。次の日に京子ちゃんと交代した午前2時ごろに電話があって、呼吸がおかしいと言われました。すぐに駆けつけましたが、間に合いませんでしたね、みやびちゃんよう頑張ったねと声をかけました。彫刻のような綺麗な顔をしていましたね、本当に眠っているようでしたからと今井さんの最後について語られました。関係者によると、今井さんは最後の方さらに痩せこけ、モルヒネなどでも激痛を抑えられず、かなり辛そうだったと言われています。男らしい俳優として最後まで病気と戦った今井正幸さん、ご冥福をお祈り申し上げます。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。